土曜深夜は。いいですよ。光があったんですね。一世風靡っていう。あー、聞いたことある。はい、喫茶店で話を聞いてもらったら、生意気だから帰るって。三袋。めっちゃイケメンだったってことですか。NHK と代々木体育館の間の、だから一番、それで私たちあそこでやってたんだ。ぜひご覧ください。